よし、やっていくぞ。どうも、アザラシです。もしも清宮が4番で、スタメンを張り続けたら、どうなってしまうのかシリーズの、4年目、7月号でございますね。昨日、今日とね、オールスターゲームがあったんで、まあ、オールスターゲームにかこつけて、動画の一本も上げようじゃないかと。そういうことでございます。なので、7月のオールスターゲームまでね、ベシッと飛ばしていくから、演歌ガンちゃんで。いいんです。いいんです。ガンちゃんは多少負けようと。いいんです。オリックス2連敗したっていい。したっていい。オフ。どうした？いきなりどうした？どうした？話聞こかっていう状態になってますね。どうした？いきなり。いきなり3連敗。動画冒頭、お金はすごい。お金はいっぱいある。タラララッタタラララ。オールスターファン投票第1位岩本、投手部門第1位岩本、キャッチャー部門は城島に、でファースター松中、セカンド、セカンド、あそうかそうか、これはタフィーローじゃないのね。おかしいな、金子の方が優勝チームのセカンドなんだが、不動のセカンドなんだが。そして三塁噂ですね。ファースト松井和夫。外野をバンド新庄つぶ。おっと。新庄に松井秀喜という。もう、カンストしてる。カンストしてるんだが。人気はね、急には増えていかないものなのでね。組織票などという、お、金がすごいあるな。見るものないよね、特にね。特に見るものないよね。特に見るものなし。我が日本ハムファイターズは、オールスターで、B ランク。オールスターどうなんかな、うん、どうなんかな ?7 月号になりましたが。まあ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 。お、誰か見つけてきたぞ。もう多すぎて誰を見つけてきたかわからない。今どこにスカウトが行かせてるのかわかんない。この妹あたりかな。いやー、もうドラフト難しい。えい。とりあえず、月が変われば、まずはグッズをね。まずはグッズをパパパパッと。パパ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 パ。パパ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 。よし。オッケー。ルーチンだから。月の頭だからとりあえずどうしようかな。練習設備とか入れちゃってもいいよね。月頭だし。な、結構いろいろ買ってんね。トレーナーロボ欲しいけど。値段がなかなかするね。いや、ピッチングマシン欲しいな。やっぱコーダを見つけ、あ、陽性ギブスは確か制球力が上がるやつだよな。トレーダーロボだよな、一番はな。欲しいけど30億はちょっと高すぎるな。清宮をすげえ選手にしたいっていう、そういうやっぱ動画ではね、やっていきたいんですけどね。そのために金が必要になってくるな。5億。いや、サイドビジネスいけるんじゃないか。意外に。グッズショップの次が、何億？ 5 億。いけるね。あ、いけないわ。全然いけないわ。もうテーマパーク作っとるんよ。したらどうする？あ、そうかそうか。じゃあ、球場設備で、違う。大型ビジョン変えない。もう、いや、まあ、とりあえずもう、修理しようか。
ハムのオールスターについて話したいんだって、したいんだけどさ、ハムのオールスターについて話していい？いい？いい？全然語ることない。12億高い。ひたすら高い。あ、終始とこ。せっかくだから終始とこ。特に金を使う先もなし。グラウンドの予想をちょっと視察するかな。この2日間のさ、オールスターで日ハムの選手出たのさ、噂はだけじゃない？2021年オールスター出たの噂はだけじゃない？俺の目が不確かでなければ噂はだけではないでしょうか。日ハムから出たのは。おー、ちょっとおばんだ、もういいや。もう休憩しといていいや。全然一人一人打ちまくってくれば、それで何も望まない。9000万、この辺の選手たちの使いどころが迷うな。あーねえ、まあこう見てもあんまりこうほとんど変わり映えのしない顔面ですね。1戦目はパ・リーグが負けたよね。負けたところは見てたんだよ。あのロッテの増田がね、押し出しフォアボールを与えて、そこのシーンを見てた。はぁ、みたいな感じで見てた。まあって思って。これは増田が悪いのかなと思ったら、試合のスコア見たら、噂が悪いね。4-5 で負けた試合だったかな？ 4-3 かな？いや、4-5 かな？うん。噂は4失点してるからな。増田一人の責任とは言えないよという感じで。うん。ちょっと負けが込んできたな。不思議と負けが込んできた。いや、ガンちゃんだね。体力的に充実してるガンちゃんだね。うん。なんか負け始めたな。まだ余裕がある。まだ貯金がある。で、2戦目今日やってたオールスターは、俺の目が腐ってなければさ、俺の目が節穴じゃなければさ、日ハムの選手一人も出てない気がするんだよな、オールスター。オールスターの中に、ハムスターがいない。もうハムとしてこれはどうなのかなと。うん。ちょっと、心地穏やかじゃないよね。日ハムにはスターと呼べる選手がいないのではないかという。そういう疑念があるね。果たして。じゃあ、一体誰が日ハムの選手と行けるだけの、オールスターの場に立てるだけの選手がいるのかっていう話にはなるんだけどね。日ハムの、今年の日ハムの選手で、オールスターに出れそうな、近藤健介出てねえし、近藤健介もそんなに振るわないしね。大田大志とかが打ってたらさ、出てほしいなって思うけどさ、オールスターに。なんなら2軍でちょっと調整してたりしたりしてね。2軍かあれ。うん。ギャオラかなんかの YouTube の動画が。確か大田大使が2軍にいたような気がするっすよ。じゃあ他に誰がいるんだってね。西川か。西川とか出ていいんじゃないか。今年の成績考えたらその出るほどではないよな。弱いとやっぱさ、露出も下がっていくから、人気も陰ってきて、球団経営にまで影響を及ぼし始めるよね。どんな試合だ。ああ。ここまではすげえな。そして関根が打たれ始め、清水が打たれ、原田が打たれ、最後ミラバルが2失点。去年か、前半の勢いがちょっと失われつつあるね。でも、そうか。そうだよ。伊藤がいるじゃん、伊藤がさ。
そうそう、ハムには伊藤がいるじゃん、伊藤が。伊藤博美がいるじゃん。知らないし。伊藤博美は出てよかったんじゃないのって思うけど、あれオリンピック出るんだっけ ?3587万。まあまあ、大したことない。大したことない。はした金だ。詐欺だろ。3500万円を持っていく占い師が何もこうもたらさないって言ったら、これはもう半分詐欺、半分詐欺でしょ。半分以上詐欺でしょ。ああ、ガンちゃんからでいいか？関根から言っとこう。雨で全然練習できないね。待て、今の。待てや、今のおかしいだろ。こうまで来て、ゴシって。なんなんだ、こいつらは。なんなんだ、こいつらは。もう、ミラバルの防御率ひでこになってんじゃねえか ?3 敗12セーブ 5.40。はぁ、もう、ミラバルがもうちょっと安定したら、うちのチームはもう、勝ちすぎてすまんっていう状態になるのにな。すまん、勝ちすぎてすまんって感じなのに。福森投げさせたろ。福森なら勝てるんだね。失点してるのは誰なの？清水なのね。原田なのね。清水、原田あたりの左ピッチャー陣がちょっと、左の中継ぎ陣がちょっと弱いっすね。金は貯まる。今年のハムの投手陣ってなんかもう一人有力な誰かいたような気がするんだが、思い出せないんだけど、伊藤博美の一人だけじゃないよね。あー、27か。帰ってきた時どれぐらいの選手になってんだろうな。なんかまあまあいい選手にはなりそうだよね。S とかはないにしろ。いや、続けさせます。悪くないね。まあ良くはないけど、そんなに悪くはないね。個人の扱い、動きなし。今年のハムの投手陣がなんかパッと思い出せない。ちょっと今見てたんだけどさ、日ハム投手陣を、日ハム投手陣を見てましたんですけどもね、勝ち頭が伊藤博美だったわ、あとなんだ、あの楽天から行った池田とか加藤とか、まあそんなところかな。で、噂はか、ひでえな、ひでえ投手陣だった。ほんと伊藤博美がいなかったら今年のハムはどうなってたのかなというぐらいひどいっすね。そろそろ吉田輝星あたり上で投げさせた方がいいんじゃないか。マジックが、ね伊藤博美はすげえよ、ほんとにすげえピッチャーだよ。あれは本物。ハムの選手としてなんか、久々になんか応援したくなるようなピッチャー入ったなっていう。それぐらい素晴らしいピッチャーなんですけど、伊藤博美に関してはね。でもまあ、伊藤博美がオールスター出てくるのかなっていうのは、あってもよかったかなと思ったけど、まあ、これはオリンピックだね。オリンピックのせいで出られんっていう感じなんでしょうね。出られんかったという感じなんでしょうね。今、有原とかどうしてんだろうな。知らない。全然知らないんだけど。大谷がまあ戻ってくることは、ハムに戻ってくることはまあ、当然しばらくないんだろうと思うんだけどさ。有原とかどうなったんだろうな。あの、巨人山口が出戻りで戻ってきたみたいにさ。ダメだ。負けが混んでるぞ。負けが。ダメだ。
金だけ貯まっていく。いやー、7月すげえ負けるな、これ。ガンちゃん20勝させたいな。相手の20勝。稲尾の記録抜いちゃう？一人また引っかかりましたね、新人が。誰でしょう？誰残暑？てってれってって、あ、内野か。川島。川島？誰だ？川島照夫。セカンドか。ちょっとまあ、本読んでみたけど、川島照夫。まあまあまあ悪くないね。あの、コーダとチョーダが入団時から C という、そしてそれもまあまあ伸びていくっていう感じで、まあ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 悪くねえかなっていう感じなんだけど、ただ成長タイプが普通早めというね、あまり望まれない成長タイプをしていた。大野、美濃田、から元井、アニア、森中、吉村、ほら、いない。栗山はいないので、よし。オールスターってさ、よし、7月4週後半かな？かな？うん。ドラフトでいい、この焼きつくというゲームでドラフトでいい選手をね、取るのはなかなか難しいですね。ガンちゃん、この辺り投げさすか？ここでフラッと福森を投げさすの良くない。うん、よくないわ。福森の年俸をいたずらに上げてしまう。ここら辺いい感じに勝ちましたね。いい感じに勝ってますね。さあ、オールスターゲームいけるかな。ちょっと定かではない。オールスターと思う。はい、で、ラッセル選手。ラッセル。あ、やっぱここだね。ここで決まるね。順位変わらず。うん。じゃあ、オールスターゲームを楽しんでいきましょう。年に一度のオールスターゲーム。この野球つくでは、一試合だけです。優勝したよね。優勝したからこのショベイ球場でやるんだよな。うちのホームグラウンドのショベイ球場で。よし、じゃあ勝ちますか。パリーグは実力のパ負けるわけにはいかないんです。オールスターゲーム、オールスターのあの大沢啓司、あー、ノバルトすげえな。7億。30歳7億。154キロピンチ S。あの、右変化がない。右変化つか、その、体からな、左だから、こう、体に向かう側の変化しか、ひねる変化しかね。アンドレスの方がいいね。スライダーカーフォームという。清めた。まあ、フィデリス。すっご。すっご。158キロに V スライダーがマックス。フィデリス。城島とか今どうなってんの？あ、いい選手になってんね。松中。まあ。こう見ると、うわ。松井和夫がまたいい選手なんよな。またいい選手なんだ。イチロー。松井、新庄、マウリシオ出る場面なし。パリーグの様子は知らなくていい。あ、パリじゃない、セリーグか。セリーグの陣容に関しては知らなくていい。いつも野口がなんか投げてる気がするな、先発。とりあえず、ガンちゃんがね、うちのガンちゃんがね、スタメンちょっと考えるわ。まあ、ちょっとまだキュービーは出てねえじゃねえか。キ
清宮選ばれてないじゃん。うちからセカンドは西出すぐらいなら金子出すだろう。ふざけんなよ。西出します。西を外します。まあこうなるね。おバンドはだおバンド出さない。まあ大体出そうか。人気があるんでね。さあ見ていこう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 。実はね、アザラシはやっぱあんまりオールスターってのは好きじゃない。あえて見ようってならないのはやっぱ真剣勝負じゃないからなんだろうなとは思うんだよ。もう自分のポジションの確立された選手たちがさ、まあ、お祭り騒ぎで出てくるっていう感じでさ、まあまあ否定するほどではないけど、エンドコンテンツじゃないというよりかな、なんつうかね。ね。クロートがやっぱちょっと楽しむには、やっぱりちょっとオールスターは味付けが大雑把すぎるみたいなところあるよね。野菜ゴロゴロカレーみたいな感じだよね、オールスター。シーフードも入ってるし、ウインナーも入ってるし、ハンバーグも入ってるし、そういうもんだよ、オールスターってのはね。クロートは別に、そこまでを求めてない。日々のカレーで良いからさ。うまいナスが一個あればいいみたいな、そういう感じになるわけですね。あと、食症気味になる。そんなに肉ゴロゴロカレーにしなくていいよっていう。オールスターゲームはね、ちょっとね。パリーグの陣容見てないわ。小坂はショートいますね。なんでか小坂はショートいますね。キャッチャー谷繁。これはどっちだ？ベイスターズですね。ベイスターズの谷繁です。サードは金城。ショート小坂。セカンドが今岡ですね。イチローが3番に入っております。これは打率2割なら40本打っていいイチローだね。40本打てるイチローですね。はや、弾丸ライナーじゃん。最近、イチローってこの51が背番号なんだけど、最近のプロ野球選手って背番号になんか、この背番号といえばこの選手と呼べるような選手ってなんかあんまいないよね。だからこれが俺の番号だっていうなんかこだわりの、松井とかもそうだよね。55番といえば松井秀喜って。そういう背番号欲しいよな。まあ、この番号は俺だってのはいいと思うんだよな、背番号な。でもあれか、その入団時からエースのピッチャー、ほう、高橋、入団時からエースのピッチャーっていうかさ、期待されて入ってきた選手はさ、入団した時からいい背番号もらえるから、なんかそれを愛着持つというか、なかなか難しいよね。そこ這い上がってきた選手だけが許されるよね、その大きい背番号っていうのはな。まあ、松井秀喜は別として、松井秀喜は期待されてるけど初めから55だったんだろうね。そういうことを考えるとね、這い上がるからこそでかい背番号をつけられるというかね。まあ、ハムのエースは18番、ハムのエースはガンちゃんだけどね。打たれるね。このパリーグを代表してね、マウンドに立ってますよ、ガンちゃんが。しっかり務めを、お務めを果たしてる。谷繁8番、打率2割2分4厘、3本27打点。ちょっとリアル感のある数字ですね。もうちょっと打率あってもいいけどね、谷繁らしい感じ。でも2000本安打は達成するっていうね。ナイス。まだ飛びつかなくても多分取れたね。野口対新庄。新庄といえば背番号5なんだけどな、感じとして。だけど日ハム時代は確か背番号1だよね。どうなんだろうなっていうね。俺は5であってほしかった。背番号5といえば新庄であってほしかったけど。
まあ、1も合ってるから何とも言えない。山崎たけし DH。 ほう、小坂出て、いやサイニング投げてほしい、ガンちゃんにサイニングは行ってほしい。近所、俺が見始めた瞬間にホームランが出るやつ、なんなの。金城ってずっと生涯ベイスターズだっけ。なんか一時期巨人にいなかったっけ。俺の勘違いでなければ。打たれるね、ガンちゃん。パリーグの面汚しが、パリーグの面汚しになっちゃって。どうする、松井和夫どうする。仲間になった松井和夫、味方になって松井和夫。金子誠か。うわ、戻れない、アウト。オールパシフィック、この回無得点で終了です。はい、ペタジ岩本、この回ラミレスはさ、あの YouTube チャンネルとか解説して出てくるけどさ、同時期に活躍してたようなペタジーには出てこないよな。別に出てこなくていいんだけどさ、どっちがすげえって言うともよくわからんよ。なんかあの時期ヤクルトのなんか外国人選手はなんかちょっと活躍したら全部なんか巨人に行くみたいな流れがあったよな。ヤクルトの強打者は全部。ペタジーとラミレスって言ったらやっぱラミレスの方が評価高いんかな。まあ、ラミレスの方が愛嬌はあったけどね。愛嬌って大事ね。ひぃってか、なんで岩本投げさせてんだ。俺はあの、まあいいや。まあいいや。いっそガンちゃんに勝ち投手の権利をあげたい。許されんかな。さすが噂です。余裕のスリーベース。そして新庄ですね。素晴らしい、素晴らしいね。そして盗塁ですね。中村のりさんあれかい、あ、オリックスでやってる。いつの間にオリックスに移籍したんだ中村のりの。やっぱホームラン見たいよね。オリックスのユニフォームまあまあ似合う。まあまあ似合うじゃないの。まあ、近鉄だけどさ。ダメだ。ダメだ。打て、長島。大谷の二刀流が注目されるけど、テレビで散々な。ぶっちゃけ城島のキャッチャー、城島の大リーグ挑戦での方がさ、すげえよなって俺は思うんだけど、どう？二刀流もすげえんだけどさ、多分まあまあまあ大谷の凄さはちょっと買い物にならんかな。その多分これからそのプロ野球史が何十年と続いてさ、それでもあのキャッチャーとして大リーグに行く人って武藤出すか。キャッチャーとして大リーグでマスクをかぶれる人っていないんじゃないかなって思うんだよな。そんなすごい人いないんじゃないかなっていう。あ、二刀流で大リーグに行く人っていうのはまあいないけど、ただピッチャーとして大リーグに行くとか打者として大リーグはあっても、キャッチャーというポジションで大リーグで通用するっていうのはすげえことだから、うん、もう少しなんか野球界は城島に対してのリスペクトがあってもいいと思うんだな。
すげえことをやってのけた一人だと思うんだけど。結構ホームランも打ってるしね、そしてね。うん。ただ残念ながらこの焼き付くではね、あの城島の成長タイプが早熟になってるんですよ。早熟遅めぐらいだったかな。もう一度牽制です。長く活躍するとは思われなかったんだな。まあでもまあそうか、そんなに長く活躍しなかったか。イチロー2打席連続ホームラン。イチローまさにこのオールスターの場面すげえ、すげえ。まあ一郎って盗塁してるイメージないけどな。相手の三盗、まあこういうお祭り騒ぎだよ。一末論争に終止符を告げる。一郎が塁に出て、塁に出て二刀三刀チャンスメイクをし、そしてこの松、ゴジラ松井へのバトンタッチ、バトンをつなぐ、タスキをつなぐ、そしてここで一発ドカンとね、ファーボール、ファーボールですね。この二人を返すのは我が日本ハムの誇る日ハム小笠原がね、左打席でこの左の神主打法で打って打ち上げた。ああ、こいつは巨人小笠原だったわ。しなびた金玉だったわ。しなきん、汚い言葉使いやめなさい。誰投げさせて疲れさせたのかな。一番脅威は誰、一番脅威は誰だろう。黒木か。黒木防御率いいな。ジョニー黒木め、ジョニー投げさすか。ここでピッチャー交代です。もうパ監督としてやっぱこう、あの目は積んでいく。ジョニー黒木という目を積んでいく。なんならここであの逆転されてもいい。逆転されてあのメンタルをぶっ壊してもいい。いやー、抑えますね。新庄といえば盗塁ですね。オールスターでの、あのホームスチールですね。現実、新庄が谷繁からホーム、あの、塁を奪えるとは思えんけどな。飛ぶねえ、なんか打球が。はい、城島。さあ、これ代打。武藤がファースト守らしてたんで、代打で4番道をね、やっぱこれは。人気選手を出していかないと。まあ、見ていこう。おバンドの打席を見ていこう。うちの、てかパリーグス、あの、ホームラン王を独走する。おバンドが、松井和夫じゃ。打つね。普通に打つね。金子もようやっとるね。あ、ちょっと待って、一郎打席、あ、ファーストのバンドに変えて、ファースト守れる選手はいないですね。いないですね。まあ、せめて補給力のあるマウルシを置いとくか。いや、待てよ。あら？小笠原をマウルシオと変えて、
DH 解除。これしかないでしょ。ファースト小笠原。いやー、攻撃の手を緩めないな、セリーグも。もう変えよう。ジョニーに変えて、アンドレス。ピッチャー交代です。まあ近所はね、スイッチヒッターなんでね、右出しても左出しても変わりはしない。特徴あるピッチングフォームしてるかな、このアンドリュー。アンドレス。普通だな。投げ方普通だな。ほい。スライダースライダー。ファールファール。何だろう。何投げるかな。ほう。ほう。ここでピッチャーを、左のノルバルト。ピッチャー交代です。二塁に牽制。打席には鈴木貴則。なぜかドラゴンズに移籍している。2年連続首位打者。浜の安打製造機。鈴木貴則ですね。この時の鈴木貴則はまさに全盛期って感じだけどね。この後なんか成績ダダ落としするん。うお、思いがけずいい試合になりそうだな。なんか打てなくなるんだよね。さあ左のペタジーニがもう一回左打席、左のピッチャー続くので、このままノルバルト継続です。しかしシュート系のボールしかない。左の打者からして逃げていく球はない。全部向かっていく球しかないので、若干攻めづらさを感じますね。チェンジアップを中心にっていうことになるんでしょうけども、スライダーないしカーブといったね、右に逃げていく、右っていうかその打者から離れていく方向に逃げる球が欲しいですね。ちょっと苦戦しております。ノルバルト投げる球がないと。おっと、手を出してくれましたね。上原だ。まあ打てんでしょう。まあここで出てくる上原打てんでしょう。そうそう簡単に打てるものではない。さあノルバルトのピッチングを見ていきましょう。ピッチャーは高橋由伸。おお、すげえ肩、すげえ肩。ここまで3打数1安打。尾形のところで変えてもいいな。嫌な予感は当たってますね。次のピッバッターによる、あ、今岡か、変えよう。せっかくなんでここで松坂、松坂も引退したね、ついにね。今年のオールスターといえばさ、田中のマークみんな見たかったんじゃないの？うん。ね。なんかその、そういうのでもちょっと今年のオールスターはさ、まあオリンピック出るしさ、オリンピックに出る選手はオールスター辞退したり、辞退出なかったりさ。ね。もうちょっとだったよね。もうちょっとなんか、うん。うーんって感じだよ。またまた牽制。わざわざ大リーグから勝ってきたの田中マーに関してはね。見送ってボール。あれ田中マーってさ、オリンピックはどうなの？知らないんだけどさ、よく知らないんだけど。フォアボール。1戦目は増田が押し出して、2戦目は島内かな。島内が3安打3打点とかそういう活躍をして、まあなんだろう。
楽天、楽天の年だよな、パ・リーグは今年な。いや、そうでもないか。杉本とかも今日打ってたから。まあ、オリックスか。オリックスと楽天で争う、ペナントってのはいいよね。パ・リーグファンからするとね。そういうペナント見たかったっていう感じがあるよね。まあ、日ハムは下で沈んでるから、あんまりその、とやかく言えないけどさ。元がその、近鉄とオリックス、合併騒動があって、で、近鉄とオリックスのあまりもんが楽天になり、で、しかし一方でオリックスはその後なかなか低迷しというね、そういう中でね、やっぱオリックスにやっぱ近鉄残党とかもいたりね、だから楽天とオリックスのなんか、この、しのぎを削る戦いってのはね、なんか、パリーグファンとしては結構傍観する立場ではあるんだけど、好きよ。路傍で眺めてるだけだけど、うん、傍観者ではあるんだけども。そこでこう、オリックスと楽天で潰し合ってると、なんかスルスルとソフトバンクが1位になって優勝しそうな気もするけどね。ピッチャーの松坂のところで代打を出しますね。長打力ですごいこの、なんていうの、李洋一。聞こう。ウグイス嬢の声聞こう。何て言った?ファンヒャンって言ったな。コーダがなくて、コーダが C で、長打 A っていう、そういう感じでも、2割8分くり打てるんだからね。焼きつくの不思議です。さあ、ピッチャー、誰を抑えに行ってた、このフィデリスです。ロッテのフィデリス。フィデリス。あ、ちょっとためなるフォームだね。ちょっとためなるフォーム。これめっちゃ打ちにくいタイプ、めっちゃ打ちにくいタイプ。でもなんか、まあロッテファンじゃねえけどさ、ロッテいいチームになってるよな。この頃のロッテぐらいなんか魅力的なロッテになってない?今のロッテ。この頃か、このちょっと後ぐらいの佐々木千早のピッチングをさ、パリーグ TV かなんかで、ね、なんか見てたんだけどさ、めちゃくちゃいいよな、佐々木とかさ、佐々木千早もさ、あの、ゆったりとしたフォームからの、ベシャってこう、なんかこう、かっこいいよな、ロッテの選手はな。藤原も活躍してるし、安田もいいしさ、ここに佐々木朗希とかも来るんだろう。ロッテやな、いいよな、かっこいいよな、ロッテの選手やな、いいよな。と、ハムが言っております。誰だ?監督誰だろう?中日の監督がわからん。もう43分。まあ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 、パリーグが勝つっていう、そういう予定調和を崩すわけにはいかなかった。勝つ。パリーグは勝つ。セリーグに負けるわけにはいかないんだよ。いかないんです。おお、1億円。1試合だけで1億円を儲けた。サテライトップの時間です。これ8月になっちゃうんじゃないかな。お。オールスターの裏で特訓している選手が一人。誰?矢本勤タイプだな。球威が上がりました。8月入っちゃうんですけどね。まあ、しゃあないな。これに関してはしゃあないな。面白みのね。ただ、でも7月。
ちゃちゃちゃ、ちゃちゃ、リーグが違う、リーグが。やっぱ負け越してるね、7月は。ロッテを見てるんだって、日ハムね。17勝6敗、19勝5敗、12勝9敗、あ、11勝9敗。一応2つ勝ちか、勝ち越しか。なるほど。はい、まぁ、あ、ちょっと長くなりましたけどね、オールスターをだらだらと語りながらという感じになっちゃいましたけどね。サテライトップですね。やっぱ1試合の放映権料の高さに惹かれるサテライトップ。はいはい、評価ちょうだい、評価ちょうだい。厳しみでもいいと思うな。7月に関しては大して何もやってない。FA で、なんか、今年は選手取れるかもしれないね。お金いっぱいあるしね。ガンちゃん、ガンちゃん、ガンちゃん。清宮かよ。いろいろあるな。桜井。なんか不満抱えるようなことさせたかな。試合に出てないってことなんじゃないか。恥ずかしながら最近あまりやる気が出ません。待遇などのこともあるのですが、ここは一つ食事を変えて気分転換を図ろうと思います。そこでどんなメニューするかアドバイスいただけませんでしょうか。とにかくスタミナ、ステーキ、ステーキだ、ステーキ、ステーキ。お薬出しておきますね。 SSRI 出しておきます。SSRI 出してきますね。あ、目標決めて毎日実践とかがいいかな。恋だとかな、いきなり決めつけていくのよくない。また一人なんか新人見つけてますね。ちょっと挨拶しとこう。やっぱね、架空選手じゃなくてちゃんとした選手が欲しいよね。高村輝き即戦力、まあまあいい選手じゃなかったっけ。ちょっと本読みます、本。こいつめちゃくちゃ良かった。この高村テルかな、輝きかな。こいつめちゃくちゃ良かった。こいつそんなに、もう取られるわ。もう間に合わん。逆指名不可避。今から言っても絶対間に合わんな。遅えよ。いや、任せん方がいいな。終わっちゃった。すげえぜ、この高村。超万世タイプ。18歳からの超万世タイプで。もう、新人の年からコーダが CR。そして CS タイプ。だからもう、30ぐらいの頃にはもう、コーダ S になってますね。30ぐらいでコーダ S になってるかもしれん。長打もまあまあ伸びてたような気がする。まあ、体力は CD だから、体力伸びやすいタイプではないにしろ、まあ初級からそれなりに体力あるって感じで。いやー、これ野球つくを、まあ10年、あと10年続けたら、高村はもう押しも押されぬ選手として、パリーグのクリーンナップに変、パリーグというかまあ全日本のクリーンナップを打ってるような選手になっちゃうわ。そういう高村票です。はい。トレンドが残念だわ。中間じゃね、ちょっとダラダラとやっちゃいました。50分もやってしまった。長いな。どっか切れるところもないな。はい、まあ7月分です。そろそろ梅雨も明けてね、8月夏休みになっていくとは思いますけどね。まあ一度に全部見ようと思わずに、今ここで言ってもしょうがないか。今ここで一度に全部見ようと思わずに、気楽に見ていただければと思いますって言おうとしたったってさ、それは動画の初めに言うべき言葉であって、もう50分ぐらい経ってから言うことじゃないな。はい、焼き付く4月号でした。まあまあ愛も変わらず続けていきますということで、おっとセーブしないとということで、7月の模式でした。じゃあ次はね、8月号でお会いしましょう。ほなまた。